こんにちは。新銀カップでね、スタンドで見てますと、いろんな方に声をかけていただいて嬉しいです。来月からね、練習試合始まりますんで、なかなか難しいと思うんですけど、今月中、まずですかね、高校野球の指導者が、いい選手いるかなって見に来てますね。本当にいろんな学校の指導者が、いやって言ってもらって、はい、お久しぶりですなんていう方もいて嬉しいです。あとは、こうやって YouTube で取り上げて、させていただいた学校の親御さんとかね、いつも見てますって、この間ありがとうございますってね、お茶一本持ってきていただいたり、もう本当に恐縮です。中にはね、取り上げた、生徒さんからねメッセージ来たり、励みになっていただけると嬉しいです。私は嘘は言いませんので、褒めたのをお世辞で褒めてるってことはないです。本当にいいと思うことを褒めてるので自信にしてください。そして教え子が指導者になってるんですよね。ラブシーラブシー向こう届くように。ラブシーチャンネル。僕今このチームで例えばコーチやってますとかね、あノック打ってるって教え子でね、上手に打つじゃんと思って見てたり、あと役員でね活躍してる子もいてね、ちょっとスタンドに来てくれてお話ししたりしてます。そのね、ある、役員やってる教え子から聞いたんですけど、やってる試合が結構こう役ら見ると分かるんですけど、合同チームも多いんですけど、一見その単一チームに見えて、それそのものが合同なんですよっていう、そういうお話ですね。で今、部活動の地域移行っていうことで、要するに学校の先生の働き方改革の一環で進められててね、それが、現場の生徒とかの思いとね、イコールでないとこがこの問題の悩ましいとこなんですけど、その役員やってる教え子曰く、中部の学校で彼は指導してますけど、エリア制っていうのとセントラル方式っていうのと2つあるんですよっていうことを教えてもらって、へえ、知らなかったっつって、ここで紹介させていただこうと思うんです。エリア制部活動っていうのは要するに単一チームで、チーム組めれば一番いいんですけど、なかなか今ね、2学年で9人ももう年によって危ういとか、4月から7月までの3学年揃う時はいるんだけど、秋になると毎年七八になっちゃうとかね。そうすると、従来のやり方ですと、9人いないときは合同組んでいいよ。でも、4月になって1年生入ってきて10人、11人になった段階で、それはダメですよってなっちゃうんで、もうね、春先っていうとね、チーム作り言ったらもう7割型、8割型できてきてる状態なんで、そこで組んでたチームが強制的にバラバラになる。で、そこでバッテリーなんかがね、持ってかれちゃったチームなんてもう正直、きついですよね。だからそれはどうなんだろうっていうのはやっぱり前々からあって、そりゃそうだよねって、チームを強くする、要するに卑怯な合同チームっていうのがダメですよっていうのはそれはわかるんですけど、そういう問題じゃない合同ばかりですから、やっぱりその事情に応じてルールを柔軟に変えていかなきゃいけないっていうことで、考えていただいたのがエリア制だから、2つないし3つぐらいまでの中学校が合同になってチームを作ります。これは新チームになって、人数が増えようが減ろうが、常にもう、そこでやりましょうと。ユニフォームをいろいろ変えると大変だし、もうそこでもう常に、1つのチームにしましょうというのがエリア制らしいです。なるほどと思いますね。そうすればやっぱり安心して、人数の心配もね、多少和らぐし、春に悲しい別れっていうかね、合同離散みたいなのも起こらないと。いいね。ラブシー。これ。もう一つ、セントラル方式っていうの。これはね、要するに、市内、
の学校がみんな、一箇所に集まって練習するっていうことで、要するに指導者も専門家がやれる可能性が高いし、まあ、人数的にもいいだろうと。今浜松でね、藤田先生なんか中心になって NPO を作ってやられてますけど、活動としては部活動がない日は集まってやってて、市内のやっぱりやる気のある指導力のある先生がそこについてやってるんで、いわゆるセントラル方式、チームを形成 しないっていうだけのことでですね、大会にはそのチームで出ないけど、要するに練習の場としてセントラル方式を捉えてるのが浜松の NPO かなと思うんですけど、それを要するに、やってるチームもありますと。だからどうかな、名前でね、清水セントラルとかあったから、それもセントラルなんですかねっていうことになると、要するに市内に例えば ABCDE と5校あった場合に、 A 中学校のグラウンドで、野球の子は集まりましょう、 B 中学校の、グラウンドはサッカー部集まりましょう、 C 中学校の体育館でバレーやりましょうとか、こんな風になっていくんだろうと思うんですね。私ちょっと経験してないんでね、詳しくわかんないんですけど、持続可能っていうかね、英語的にやれる形、やっぱりそれぞれエリアもセントラルもいいとこ悪いとこあると思うんで、それは実情に応じて、子どもの数、指導者の、質、あとハード面ね、グラウンドの確保、そういうもので今後一番いい形を模索されていくんでしょうね。はい、まあ、そんなことがあるってことを今日はちょっと一つお話しさせていただきたいと思って動画撮りました。じゃあ本日は以上になります。